第15回縄文の森の秋祭り、下の席からお届けします。今年のテーマはつながる遺跡と町とみんなの心、楽しんでね。私たちのサークルは縄文サークル下の屋です。サークルの活動内容についてお説明します。縄文時代についての文献の勉強が1番、2番として遺跡遺物の見学会、3番目として竪穴住居、貝塚、縄文土器、石器、道具、土偶、黒曜石、食料、植物、植生等の勉強会、4番目に縄文時代の生活法の実体験をして、アクセサリー作り、火起こし、安銀カラムシの植え付け、繊維取り、それから土器の製作体験などを行います。それから秋祭りについての思い出についてですけど、最初の頃はサークル主体で小規模なものでしたけど、社会教育課などの働きもあり、周辺の関係団体、商工会、ボーイスカウト、早稲田大学、その他の大学、オカリナサークル、和太鼓、バンド、伏見小学校などの参加等で急速に規模が大きくなりました。それから3番目として、下野遺跡への思い出。下野遺跡の周辺は遺物が出ることで注目されていて、市でも多くの発掘を行っていて、25年くらい前に東波と跡地のライオンズガーデン武蔵関公園開発時に、こちらで調査を大々的に行い、発掘が加速され注目度が大きくなりました。24年前に下野遺跡や縄文時代を知るための公民館の講座が開かれまして、その参加者が中心となって同好会が結成されました。さらに15年前に縄文の暮らしに関する講座が開催されまして、その参加者が中心になって縄文サークル下野屋が結成されました。今日作るのはアクセサリー作りで、アクセサリーにはペンダントとかストラップとかブレスレットとかありますけど、今日作るのはストラップです。ストラップの完成物はこんなようなものになります。以下実習は左こちらの方で行います。じゃあ一緒に作ってみましょう。じゃあビーズをね、ヤスリでの力を入れて穴が開くまでこすります。貝が硬いのでなかなか開かないです。ないね、硬いから。こんな風に穴が開きます。少し硬いので頑張ってこすってみましょう。はい、穴が開きました。そしたら今度はストラップ、紐をこの穴に通していきます。その時に針金を使うと やりやすいので、針金で誘導してあげてください。糸の針のように誘導してあげてください。こちらの大きな方の穴から針を、針金が出てきました。で、引っ張ってあげてください。それでここに糸を通します。そしたら針金を取っていただいて、この穴の中に針を、糸を通します。紐を通します。
はい、ここまでできます。ではこのできた紐を通したあの貝にビーズをこう自分で好きなビーズをあの3つくらい選んでください。で選びました。そしたらここの紐にこのビーズを通していきます。またこの時に糸通しのように針金で誘導してあげます。この時に針金で穴に通した時にビーズは3つでも5つでも自分の好きなように刺してください。で通りづらいのでちょっと力を入れて、あ、よし、はい、これでとビーズがあの糸の方に通されました。次はもうここであのビーズが動かないように結んであげます。はい、それでまたこの上も結びます。はい、これで出来上がりです。あのこれを自分の好きなあのカバンにつけていただければ、可愛くできました。縄文サークルの下にあるのキーワードはつです。